すまねえ、ステルクさん。俺は。いや、構わん。君が気にすることなど。ニコさんとステルクさん？どうしたんですか？ん？ルルア君か。あ、いやな。ステルクさんに謝ってたんだ。警備団を勝手に抜けてすまねえってな。警備団を、どういうことですか？ニコ君はもともと警備団に所属していたのだ。そうだったんですか？ああ、船を壊されてどうすればいいか悩んでる時、ステルクさんが声をかけてくれたんだけどよ、俺陸の暮らしが分からなかったから。規律の厳しい警備団とは合わなかった。ただそれだけのことだ。気に病むことはない。そもそもニコ君の船を壊したのは私の知人だ。ある意味で私の監督不行き届きだから、君が海に戻れるよう取り計らうと約束する。すまないが、それまで辛抱してくれ。ステルクさんありがてえ、ありがてえぜありがたいのはこちらの方だ。ニコ君が各地で依頼を受けているのは知っている。それも正規の手順を踏んでいない依頼をな。完全にバレてる。正規の手順ではないということは、すなわち私たちの手の行き届かない人々だということ。警備団は人手が足りないからな。君のような正しい冒険者には感謝しているのだ。もしよければこれからも様々な依頼を受けてもらいたい。頼めるだろうかもちろん、ステルクさんにそう言われちゃ断るわけにはいかねえよ。警備団にはなれなかったけどよ、俺は俺として精一杯頑張ってみるぜ。ああ、ありがとう。よろしくな、ニコ君。ああ。